皆さん、こんにちは。今日は2020年の4月2日です。久しぶりに晴れて、とても春めいてきました。笹目駅の中間の話をいたしますけれども、今見えているこの家、衣装庵ですね。谷崎が笹目駅のモデルの家として、この家の様子などを描いています。この中間の中で、今日はこの家、衣装庵の話がちらちら出てきますので、この家の雰囲気を覚えておいてください。中間は、妙子の巻です。妙子が、ある事件以来価値観が変わっていくという、ちょっとした山ですね。ぜひお楽しみください。それでは始めます。まず中間の始まりは、これが太古の巻だっていうことを象徴するように非常に華やかなシーンから始まります。それは太古が山村流の踊りを習っているんですけれども、その発表会を幸子の家でするというところから始まります。で、先ほどの衣装庵のリビングですね。リビングを全部いろんなものを取り払って、そして食堂の方から、食堂を舞台として妙子が踊ります。これが実際に、妙子さんのモデルの信子さんが踊っている時の記念写真ですね。ちょっとここに注目していただきたいんですけれども、実は衣装庵の、食堂から、隣の部屋に行く途中の扉ですね。そこにこんなものがありまして、そしてもしこの前で踊ったことになるわけですけれども、ここに金屏風を立ててみると、ここですね。ちょっと歴年の劣化現象が起きてまして、隙間ができてますけれども、この辺りの雰囲気をよくご覧ください。まさに、妙子さんの踊っている後ろとよく似てると思うんですね。似てるんじゃなくて、この通りなんですけれども、つまり妙子さんが実際に衣装庵の食堂で踊った、まんまを彼は妙子さんがここで踊ったとしているわけですね。信子さんが踊ったのを妙子さんの踊りとして作品の中に書いているわけです。つまり実際にこの衣装庵で起こったことを、リアルに描いているということの一つの証拠写真になりますね。さあ、昭和13年7月5日、これは記録通りなんですけれども、阪神会が大水害に見舞われます。と言いますのは、日本列島は山があって、そして周りを海で取り囲まれて、そして山から川が流れて海へ行きますね。これは日本列島どこでも同じような風景なんですけれども、阪神間が他のところと違う大きなところは、東西にですね、山から海には、これは南北ですけれども、北から南ですけれども、東西に3本の列車がほぼ平行に走ってるということなんですよ。一番上が阪急電鉄、2番目が今 JR。昔国鉄と言いまして、谷崎が住んでいた頃は商船ですね。鉄道省の省です。そして一番下の海沿いのところは阪神電車が走っております。つまり山があって海があって川が流れてる、その中間に東西に3本の線路が並んでいるということですね。ですからこの日7月5日、大雨が降って山にたくさんの雨量が落ちていくわけですが、その木々を折り、岩を転がし、それらが全部川を伝って海へ流れていく。ところがその途中に線路があるために全部そこで引っかかるんですね。ですから大変な惨事になります。こんな風に泥海になりまして、1階はほとんど全部浸かってしまうという感じになってきます。これちょうど線路のところでいろんなものが引っかかってる様子ですね。で、谷崎は、住吉駅のそば、住吉駅から歩いていける距離に、住んでいたわけですけれども、この住吉駅のすぐそばで、電車が脱線してます。そして谷崎が住んでいた先ほどの衣装があるもうちょっと東に行きますと、有名な灘高があるんですけれども、この灘高あたりにこんなふうに大きな石がゴロ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 転がってきて、
台風、この水害の後ですね、みんながそのか、あの除去作業をしているところです。さあ、この日、セサミ駅の中では朝から雨が降りまして、そして、水が出ます。で、貞之助はですね、悦子を小学校まで迎えに行って、そして、水に浸かりながら帰ってきますと、幸子が真っ青の顔をして、「あんた、こいちゃんが」って言うんですね。「どないしたんや。あんな、こいちゃん、今日は野よりの玉城洋裁学校というところに行ってる日やねんけど、あちらの方から帰ってきた人の話によると、あの辺はもう全部水浸しになって、えらいことになってるらしいわ。どないしょう」って言うんですね。天之助は、よし、わかった。じゃあ、俺が今から妙子さんを助けに行くと言って、線路の、商船の線路の上をテク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 と西へ歩いていきます。もう列車は通ってないんですね。そして、そのちょうど、芦屋から、のより今の御影ですねまで結構な距離があるんですけども、それをテク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 歩いていって、そしてようやくのより辺りに来たと思ったら、もうその辺は全部泥の海なんです。どうすることもできなくて、線路の上で唖然としている貞之助。ちょうどその頃、妙子は何をしてたかと言いますと、この玉城洋裁学校、誰も生徒が来ないんですね、雨がひどいので。まあ、お嬢さん学校ですから。で、妙子と先生と2人きりになりまして、今日誰も来ないから、まあ、うちの家に来てお茶でも飲みましょうって言って、くつろいでお茶を飲んでいるところへ、バーンとドアが開きまして、お母ちゃん、えらこちゃん、水や、水に隠れてん。と、息子の小学校4年生の少年が駆け込んできます。うわーっていう間もありません。あっという間に水がどん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 増えてきて、最初は椅子の上、それでも足らなくてテーブルの上、しまいにはピアノの上に登るんですけれども、どんどんどん天井に押し上げられる。もうこのまま死んでしまうのかと、妙子の頭をふっと死がよぎった時にですね、屋根の上でミシミシと人の歩く音がするんですね。この時に上に人がいてある、助けてもらおうと思って窓から外を眺めますと、そこには板倉という知り合いの男が顔をのぞかせたんですね。ああ、こいちゃん無事でしたか。さて、この板倉っていう男、実は妙子の恋人、ケイボンの実家、宝石商でこの間まで丁稚をしていた。で、それからですね、一念発起をしてアメリカに行きまして、カメラマンの技術を身につけて帰ってきたという男です。大丈夫ですか？今助けに行きますかいな」って言って、藤棚のところに半分捕まりながら手を伸ばして、妙子と、先生と息子を助けました。もう合流に巻き込まれそうになって、手と手がちぎれそうになるんですけれども、必死で3人を助けてくれたんですね。そうやって屋根の上に逃れて、周りは泥のみ、あとちょっと板倉が来るのが遅かったら3人とも死んでいたわけです。板倉、あんたは命の恩人や、ほんまにありがとうって言ってる間に、雨が少しずつ小雨になってきて、昼間の1時ぐらいになりますと、スーッとこの泥が引いていくんですよね。まあ、実際、水害の記録帳というのを見ますと、午後1時に水が引くという記録がありますので、谷崎の描写は非常に事実に即しているわけです。さあ、板倉に助けてもらって、板倉の家で、お風呂に入れてもらって、合流した貞之助と一緒に帰ってきます。ただいま。よかった、こいちゃん無事で。実はな、さっきまでケイボン来てたんやで。え、ケイボン？それがさ、バリッとした新しいスーツを着て、ステッキ持って、ハットかぶって、あ、こいちゃん、そうでっか、今日は洋裁学校の日でっか、そんならちょっと中で待たせてもらってよろしいですか、言って、さっきまでそこの応接まで待ってたんやわ。
でも1時間も2時間も経って、帰ってけへんし、雨も小降りになったので、ちょっとなんや心配さかいそこら辺まで行ってみますわって言って、雨が止んでから出て行ったよね。それがさ、なんかカメラ片手にしてたように思うねんけどな。途中で会わへんかった？さあ、この時点で、妙子はその慶之助、慶凡ですね、慶三郎の様子を初めて知りました。ちょうど同じ時期、自分は玉城要塞学校に行って、板倉に助けられた。それも命がけの救出作戦だったわけですね。ここで板倉という男と慶三郎という男の違いがここではっきり分かります。妙子の心の中で何かが壊れていくんですね。自分を命がけで助けてくれた板倉と、雨が止むまで、部屋の中で待っていた慶三郎。しかもその慶三郎ってのは自分の恋人ですから、でも恋人でも何でもない板倉が自分を命がけ助けてくれた。まさにこの瞬間、慶凡の株がバーンと暴落して、板倉の株が上がった。逆転現象が起こるんですね。まあ後で言いますけど、ここで妙子の男性に対する価値観が変わっていくわけです。そしてこの命を助けてもらったこの水害事件以来、妙子は慶三郎といい仲になります。それに気がついた慶三郎けれども、幸子に手紙を書きます。なんや、恋さんはこの頃板倉と付き合い出したん違いますか？それは命の恩人いうことは分かりますけど、どうも板倉いうのはあの日わざわざ恋ちゃんがする要塞学校行くの分かってて、あの辺りうろうろしたんちゃいますかね。せやりとあまりにもタイミング良すぎますわ、みたいなことを書きます。さあ、それを受け取った幸子。確かに板倉はあれ以来、芦屋の幸子の家に出入りするようになりましたけど、妙子の命の恩人ということですごく大事にしてた。それがですね、慶三郎のこの、中傷の手紙によって、妙子と付き合ってるんかと、幸子はショックなわけです。牧をかけというのは老舗です。で、相手の慶三郎もここも老舗、船場の老舗だったので、まあ家柄としてはこう対等だということで、まあまあ多めに見ていたんだけれど、板倉となると違います。一体うじ素性がわからない、篠山の方の田舎の百姓の子供だっていうことぐらいしか知りません。何にも知らないこの板倉と慶三郎、幸子の中では明らかに、慶三郎、慶凡の方が格が上なんですね。でも妙子は違いました。そんな中傷の手紙があってもものともせず、板倉との結婚を真剣に考えるようになっていくわけです。ただ久しぶりにユキコが東京から帰ってきますと、どうも妙子の物の言い方とか態度が品格が落ちてるなと思いまして、ねえ、ジョン、なんか恋ちゃんこの頃変やわ。昔からあんまり品はようなかったけど、ますます品悪なってるような気するなって言いますと、ああ、そうか、私もそうやないかな思っててんけどな。いやいや、この間こんなことがあってんわ。恋ちゃんがお風呂入ってて、ドアがちょっと開いてるさかい、夜中にちょっとそこ閉めなさいって言ったら、恋ちゃんがお風呂の中から、あかんか、閉めたらあかん、うちラジオ聞いてんねんって言うんやわ。わかりますか？若い女の人がお風呂に入ってるのにドアをちょっと開けて、ちょっとこの絵は開きすぎですけどね、ドアをちょっと開けて、入ってる。いくらラジオの音を聞くためやからといって、あまりにもこれは品格はない。妙子の品格が慶三郎と、失礼、板倉と付き合うようになって、品格がますます落ちてきているということを象徴的に表しているシーンです。妙子はそれぐらい、板倉と真剣に付き合うようになってるんですね。そんなことを知った由紀子はある日、妙子をなじります。板倉みたいなもんと付き合うくらいやったら、まだ慶凡の方がマシやって。まあ由紀子さんってね、いざという時スパッと言うからね、逆に妙子の方が、
泣かされてしまうシーンがあるんですけど、ここでこの2人の男性に対する価値観が全く変わってしまったことが分かりますでしょう。ユキコの方は昔ながらの価値観ですね。まず家柄があって、そしてお金持ちであればあとはどうでもいいんですよ。これが牧岡家のお嬢さん方の価値観なんですけれども、妙子は板倉に出会って板倉から命を助けてくれたによったことによって、男性に対する目線が変わってきます。まず体力、そして生活力、そして自分が命が危ない時に、自分の命を投げ出しても危険をさせても助けに来てくれるような大きな大きな愛、体力と生活力と愛ですね。まあ昭和的な考え方ですけど、つまり、対照的な、大正時代のようなユキコの考え方と昭和の妙子がここでもうゴロッと価値観が変わっていくことがこの事件でわかるわけです。さあ、慶三郎の嫉妬半端じゃありません。これは舞台で、妙子が舞台をしている時の後ろからパシャーッと板倉が写真を撮ったので、慌てて追っかけていって慶三郎はそのカメラを叩きつけます。それぐらい板倉を下に見てますし、慶三郎の独占欲は強いわけですね。そんな逆境の中にあっても、この2人は本気で結婚を考えているわけです。周囲の反対を押し切って板倉と結婚するつもりで、妙子は東京へ行きます。長男の長女の鶴子さんのところに行くんですね。本家に行きます。そしてうちには親が残してくれた結婚資金があるはずやと、それを出してくれへんかな、うちパリに行って本格的に洋裁習いたいね、職業婦人になりたいねって言うんですね。まあ、牧岡家にとって職業婦人っていうのは、まあ、びっくりな発想なんですね。彼女は、妙子は板倉と真剣に結婚を考えているものですから、自分も働こうと、そして2人で共働きで生活を支えていこうとしているわけですね。彼女の価値観と、それから覚悟は半端ではありません。で、その本家に行っている時、まあまあちょっと歌舞伎があるから歌舞伎でも見に行くかって言って見に行きました。まあこの辺がお嬢さんですけれど、そうすると中で、自分が係の者から呼び出されまして、電話ですって言って呼び出されて、電話口に出てみると、板倉の妹からの電話なんですね。こうちゃん、お兄ちゃんが中耳炎の手術で入院してることは知ってるわな。どうやん、手術うまいこと言ったんか。手術はうまいこと言ってんけどな、なんや分からんけどね、今痛い痛い痛い言うて足抱えて泣いてんねんわ。ほんで先生は、なんや分からんけど僕の責任じゃありませんとか言ってんねんわ。手術の時なんか起こったんやわきっと。びっくりして妙子はすぐ大阪へと帰りました。板倉は右足を抱えて痛い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 って言ってるんですね。板倉っていう名前、ここから来てるのかもしれませんけれども、痛い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 と言って、両親が篠山の方から来てるんですけれども、もう死なせるんやったら五体満足で死なせてやりたいとか、わけわからんことを言ってるんですね。妙子は何言ってはるんですかと言って、自分のかかりつけの医者に相談して、すぐ手術をしてもらって右足を切断します。で、痛みはなくなったと思うんですけれども、明くる朝起きた板倉は、足がない。カメラマンにとって片足やということ、どれだけダメージが大きいかと言って嘆きますが、その嘆きも一瞬、またその日から今度は頭に雑菌が回る、エソという病気ですね。そして痛い痛い痛いと言って七転八倒苦しんだ末に、あっけなく死んでしまいます。非常に象徴的な板倉の死ですね。妙子が本気で自分の価値観を変えてまで選んだ、本気で愛した男板倉がこのようにあっけなく死んでしまいます。妙子は一体どうなるんでしょうか。これで中巻は終わります。さて、下巻は雪子、妙子、雪子、妙子とカールガールに出てきます。上巻が雪子の巻、中巻が妙子の巻、下巻は雪子と妙子が
両方同時進行で進んでいくんですね。育子は最後の見合いがあります。妙子は板倉に死に別れて、その後どうなるんでしょうか。お楽しみに。ではまた。